コストコで購入してきたワインアドベントカレンダーです。375ml のワインが24本入っていて、12,998円でした。では中を開けてみます。こうなっていて、1日、2日、3日、4日開けるとここからワインが取り出せるようになっています。このように入っています。赤とか白とかロゼとかがランダムに入っている感じで、1本ずつ出していきます。赤の、なぜ赤の、ジョージア赤の、イタリア白の、スペインロゼの、イタリア赤の、フランスしみながら飲みたいと思います。